ライアン・ベイリーは、アメリカ合衆国、ポートランド出身の陸上競技選手。専門は短距離走の100メートル。2012年ロンドンオリンピック男子100メートルのファイナリストである。7月の世界ジュニア選手権、男子4400メートルリレー予選で、アメリカチームの3層を務め、3分05秒25をマークしての決勝進出に貢献した。 決勝でアメリカは3分03秒86をマークして優勝し予選だけを走ったベイリーも金メダルを手にした5月に全米短期学生選手権に出場すると男子100メートルは決勝で10秒07をマークしアロンソ・エドワードを破り優勝した男子200メートルは決勝でアロンソ・エドワードに破れ20秒47の2位に終わった 2010年ダイヤモンドリーグ男子200メートルポイント対象最終レースとなった8月19日のベルトクラッセ中立比では20秒10の自己ベストをマークして3位に入った。この結果、2010年ダイヤモンドリーグの男子200メートルでポイントランキング3位に輝いた。同月29日のワールドチャレンジミーティングスリエティ2010男子100メートル予選で9秒95をマークし、 初めて10秒の壁を突破した。決勝では9秒88と記録を縮めたが、ネスタ・カーターに次ぐ2位に終わった。ハムストリングスの負傷で6月の全米選手権を欠場した。6月の全米選手権、男子100メートル決勝で9秒93をマーク。ジャスティン・ガトリン、タイソン・ゲイに次ぐ3位に入り、マイクロ・ロジャースやダービス・パットンらに競り勝ち、オリンピック代表に内定した。 8月のロンドンオリンピックでシニア世界大会デビューを果たすと男子100メートル予選を自己ベストタイ及びオリンピック予選最速記録となる9秒88で突破。準決勝もウサイン・ボルトに次ぐ9秒96の組2着で突破しオリンピック初出場でいきなりファイナリストとなった。迎えた決勝では再び自己ベストタイの9秒88をマークするも 3位とは0秒09差の5位でメダルは逃した。男子400メートルリレーは決勝のみの出場になり、アメリカは1層取れるキモンズ、2層ジャスティン・ガトリン、3層タイソン A、4層ベイリーで決勝に臨んだ。決勝でアメリカは37秒04のアメリカ記録を樹立したものの、36秒84の世界記録を樹立したジャマイカに敗れ金メダルに終わった。 しかし、翌年にタイソンゲイのドーピングが発覚し、2015年5月に、リレーメンバー全員のメダルが剥奪された。リレーの記録も抹消されたが、100メートルの順位は5位から4位に、繰り上がった。8月17日のダイヤモンドリーグ d n がラン男子100メートルを9秒93で制し、ダイヤモンドリーグ初勝利を挙げた。ハムストリングスの負傷で6月の全米選手権を、 結成した。六月の全米選手権、男子百メートル決勝で十秒二十三をマークし、マイクロジャースに次ぐ二位に入った。五月の世界リレー男子四百メートルで、アメリカチームのアンカーを務め、決勝では三十七秒三十八の大会記録を、樹立しての優勝に貢献した。世界大会の四百メートルリレーにおける、アメリカ男子チームの金メダル獲得は二千七年の、 大阪世界選手権以来8年ぶりだった。北京世界選手権アメリカ代表の座をかけて6月の全米選手権男子100メートルに出場するも不正スタートで予選失格に終わった。リオデジャネイロオリンピックアメリカ代表の座をかけて7月の全米選手権男子100メートルに出場するも予選のレース中に左ハムストリングスを痛め10秒36で敗退した。 2018年ピョンチャンオリンピック出場を目指して、ボブスレーに挑戦すると、9月21日の全米プッシュ選手権で優勝した。1月に行われたボブスレーの大会のドーピング検査で興奮剤の陽性反応が出たため、2019年6月22日までの2年間の資格停止処分が下った。微光欄の記録は、当時のモノダイヤモンドリーグの総合成績を記載。 獲得ポイント欄のうちは出場したポイント対象レースの数を意味する。優勝したダイヤモンドリーグ個人種目の成績を記載。金色の背景はポイント対象レースを意味する。ありがとうございます。